皆様こんにちは。ただいまから医協会の例会を始めます。まずはじめに麻生太郎会長からご挨拶です。いよいよこの臨時国会も明日をもって最終日ということであります。議論も大詰めになってきて、特に参議院の方々は昨日は朝まで4時までいろいろ緊迫した状況の中で過ごされたことだと思いますが、今日明日と続いていくかもしれない、まだ先行きが見えないところがありますけれども、あまりこの人の徹夜国会なんていうものは昔はしょっちゅうだったんですけど、最近は体力の低下とともになかったなかったと思いますが、いずれにいたしましても大変お疲れ様でした。いずれにしてもこの国会中にきちんとやり上げねばならぬ法案、いくつもありますけれども、少なくとも部会を得、そして精神総務を得、いろんな議論に参加して我々が参加して作った法案、これは自信を持って衆議院で通り、かつ参議院でもきっちり上げていくというのが大事なところだと思っています。昨日の党首討論を見てもやっぱりきちんと決めたことはやり抜くというところが大事になって、やはり決められない国会からきちんと決めきる国会に変わっていくということを期待されているわけなんで、我々はそれをきっちりやり上げていくのに関して堂々と自信と責任を持って最後にやっていただくことを心から期待をしております。1年前に今頃はちょうど選挙だったので、お忘れですね。国民の次の日、12月16日が投票日ですけどね、昨日が告示になった日ですから、そういった意味では覚醒の感が終わりになるかどうかなのかと思いますけれども、まだ1年経ってないんだから、ぜひそこのところも頭に入れてもらって、今後とも皆さん方にやっていただかなきゃいかんこといっぱいありますが、いずれにしても明後日これで会期終わり、明日会期が終わりますので、この移行会の例会も今国会は今日が最後ということになると思います。忘年会等とは別にしてこれが最後になると思いますが、この1年間の間いろんな意味で皆さん方にご参加をいただき、この派閥としては38人という派閥に非常に大きくなっていって、その間いろんな方々がきちっとそれぞれの役目を果たしていただいたこと、大変嬉しく思います。これに誇りに思っているところでもあります。本当にありがとうございました。残り税調予算等々がありますけれども、12月の20日過ぎぐらいまでのところに全ての決着を目にならぬところだと思っておりますので、今からが財務省としては仕事を終える時期なんですけれども、いずれにしても皆さん方この予算等々税調等々をきちっと仕事をしてもらった上、それぞれ地元に帰って去年の今頃を思い出してきっちりこの正月にかけて来年の国会が1月何日始まりますまでの間、気持ちを休めると同時に体力も増強、かつ講演会等々いろいろな意味で世話になったところで挨拶抜けてるのがいっぱいあるはずですから、それをきちんとフォローすることが次の選挙につながっていくんだと思うので、きっちり選挙等々もこなしていただける、そういった気持ちをきちんと誠意の切り替えをやっていただけることを心から期待をして、また年明けてお目にかかることを期待しています。ありがとうございました。